こんにちは、柴田です。今回はフェンダーのアメリカンヴィンテージと JW ブラックのテレキャスタイプを鳴らし比べていきたいと思います。こちらね、色も形もザ・テレキャスターの王道、フェンダーアメリカンヴィンテージになっております。今なお大人気のシリーズですね。そしてこちら JW ブラックというギターなんですけれども、フェンダーカスタムショップの創設時からマスタービルダーとして活躍していた JW ブラックさんが独立して作ったブランドになっております。まずはね、そちらのご説明をさせていただきましょうか。カスタムショップね、創設時からというところですごいですよね。ヘッドのロゴはこんな感じになっております。JW ブラックは USA と国産がございまして、これはね、国産バージョン、日本で作られている JW ブラックです。 USA はご本人が本当月数本だけ作っていたようで、今はねもう作ってないみたいなんですよ。でその JW ブラックさんが信頼できる工房ということで、もともとはこの国産の JW ブラックは杉ギターで作られておりました。今はですね、ティーズギターさんが製造を行っているそうです。国産ものも月十数本しか作られてないというところで、結構ねレアギターなんですけれど、まあ僕はねたまたまいいテレキャスないかなと思って探してる中で出会いまして、まあ数年前にですね購入させていただきました。ちょっとね生音からいきたいと思うんですけれど、アメリカンヴィンテージ、フェンダーの王道とはねちょっとずれてるような感じです。結構ね膨らみがある、そしてレンジの幅が広くてローがしっかり出るというふうな感じの印象でしょうか。では続いてアメビンです。うん、芯がしっかりしてて硬いイメージです。で、アメビンからアンプ鳴らしていきます。フロント、キラキラしてますね、きらびやか。これぞテレキャスですね。JW ブラックいきます。フロントから、膨らみますね。
上に OD-1 乗っけてみます。感じになりました。いかがでしたでしょうか。結構対照的で、アメビンはシーンがあって固め、 JW ブラックはローの方までしっかり出て膨らんでいる、まあ、そんな感じの印象です。テレキャスはね、本当にね、振り幅が広いんで、自分がね求めている音がどの辺なのかっていうのをしっかり考えて思想して購入するのが一番良いのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。